なんか美酒が悪いな今日。なんで？まつげでも上げればどうにか変わるか。なんか目がむくんでる。花粉症で重症です。大丈夫ですか？私はね、全くもって花粉症じゃないんですよ。その気持ち分かってあげられないんだ。動けません。ほんまに？それで？マジ？こんばんは。いらっしゃいませ。今のさ、私のさ、このなんだ、プロフィール画像みたいなあるじゃん、ショールームのこの部屋に入る前の。違いすぎて詐欺だよね本当に。なんか黒髪ロング前髪流しキラキラお姉さんが出てくんのかと思ったらさ、こんな怪しい黒シャツ着てさ、青髪のショートカットの女が出てくんだよ。びっくりだ。こんばんは、こんばんは。あ、山ちゃん朗読劇ありがとうございます。ありがとう。予約を今日ちらっとさっき確認したんです。そしたらちょっと増えてて嬉しかった嬉しかった。はあ、けどまだ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 人を集めないと。こんばんは。昨日はこれ着てたからどうだったかな。これ着てた？でもこれは着てた。洗ってない。これ洗い物溜めてんの今ヤッホー。壊滅的から少し増えたけど壊滅的です。壊滅はしてる。マジで壊滅はしてるよ正直。なんで貯めてるか、私今稽古ないんで、でどっかお出かけの予定もないから、どっか出かけることもないので、服を頻繁に着替えないし、そうだからさ、そんな洗う必要がなくて、じゃあ洗う服が出てこない。うん、だから貯めてんの今服。あと1着ぐらい溜まったらかな。8日休みになったから取れた。 ありがとうございます。休みになったのか、ありがとう。いいもの届けます。ツイッターの写真素敵やったね。ありがとう、ありがとうございます。そう、玄関で撮ってるんだあの写真いつも。でもあのカラコンは外しちゃったから、けどラメは伝わるかな。キラキラキラ。インスタストーリーも良かったよ。あ、ありがとう見てくれて。いつも見るの早いよねいつも見るの早い。
こんばんは。家具おじいと作ってない、作ってない。もうこれね、間違えてね、これを外壁にポチって押した日にはね、もう大事故かますよねえママこれさ、今内壁じゃん、で外壁ボタン間違えて押しちゃったら絶望だよね部屋変えた方がいいかな。でもどの部屋でやっても一緒だよね。恐ろしい絵道はまだまだ先だから、まだまだ時間はある、まだ時間はある。いやほんとね、ちょっと手つけようと思ったんだけど、マジでどっから手つけたらいいか分かんなくて、なんかちょっとでもさスペースがあるならいいんだけど、ほんとにないの、全部埋まってんの足元。どうしたらいい絶望させてください。見せられるもんじゃない、本当に恐ろしい。なんか弟がさ、ちょっと前にこの部屋ちょっと片付いたみたいな質問来て、片付いてはない、崩れてるって言ったんだけど、本当に崩れてるなんか山積みとかじゃないの、崩れてんのちょっとだけ見せてってよと思ったけど、見せれる場もないね本当に。フォローありがとうございます。山ちゃんマシュマロありがとうございます。いただきます。こんばんは、初見いらっしゃいませ。やっと配信見られた、ありがとう。あ、服はね全部ハンガーにかけました、全部ハンガーにかけました。はい、あの服以外、もうまあカバン、紙袋など布団、クッション、え、割とマジでゴミは落ちてないんだよ。なんかペットボトルの殻がさあちこちに落ちてるとか、なんか紙くずがポリポロポロポロ落ちてるとか、そういうんじゃないんだよ。本当に全部物なの。ノートが落ちてるとか、ノートが2冊落ちてる、ノートが落ちてるね、ノートが落ちてて、そう、ゴミが放置されてないのよ正直言って。この部屋、あの飲むのは OK だけど食べるのは禁止してるし、自分の中で食べかすだけは本当嫌じゃん。マイメロディーが落ちてる、このマイメロディー高いのに、高っ、マジで。このリズリサとコラボのマイメロディー高い。翔くんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。こんばんは。え、そうだ、片付ける場所がないからどうしたらいい、これ。何から始めるか分からない、分からないよ、助けてくれ。スペースね、服ね、
あいつら服が多いってことではなくなってきたんだ最近。そういうことじゃない気がする。何が多いの私の。何怖いわもう怖い。何が多いのか分かんないんだもん自分でも。何日ぶりかに来たけどやっぱイケメンやわ。ありがとう。初日よりちょっと青みが落ち着いたかな。真っ青みたいな深海っぽさがなくなった。そう弟の部屋にちょっと移動すればいいんだけど物を。けどそれどれを持ってったらいいか分かんないみたいなのがずっと続いて3日間経ちますね。病気ですねもう。やばいですね。コラコラさん、クッキーありがとうございます。遠い目をします。やばいもんな。こんまり、こんまり。シャンプーすると青色が、そうだね、青の青色の水が出ます。こんまり片付けコンサルト、コンサルタント、片付けコンサルタント。何こんまりのどれ見たらいいの。こんまりすごい。近藤マリエさん、何インスタとか。あのこっちのスマホインスタ入ってないな。ツイッターとか。今グーグルでこんまりって調べたけど、どれ見たらいいか分かんなかった。あツイッターやってるやん。今ツイッターでこんまりって調べたら、おもろ。小さい頃からのぬいぐるみが愛着あって捨てられませんという読者投稿に、顔に袋をかぶせたら捨てられますよというテロリストが人質殺すやり方を進めたのを読んでから、僕はこんまりファンです。いやちゃうねん。逆に幼い時から持ってるぬいぐるみなんてないのよ。違うのよ私はね、ぬいぐるみだから。私はあのミニマリストにはなれないわけですよ。なぜなら収集癖がある。こうやってあのほら私広瀬すずさんのさ、まあ、ホットペッパービューティーの無料のフリーペーパーとか、うん、雑誌の切り抜きとか、うん、なんかそういうね、そういうのがあんのよ。もう集めちゃうの、ひたすら集めちゃうの。集めちゃうだけど、なんかでも私の家系みんなそうで、本当に
私のひいばあちゃんの家も、もうすっごい物多いし、じいちゃんの方のおばあちゃんも物が多いらしいし、もうおじいちゃんもめっちゃ物を大量に残してなくなっちゃったなくなっちゃったり、ばあちゃん家もすごい物いっぱいあるし、親戚も物いっぱいだし、もうね片付けられん、いや片付ける、最低限のことは片付けますよ。例えばゴミを捨てるとかそういうことはしますが、単純に人より何か集める系の趣味をしてて、物を集める系、例えば弟の部屋とか割とすっきりしてるのよ、あの集めるものが服、スニーカーとかもそういうのは多いけど、それ以外のなんかコレクションするものとかそんなないから、どうしてもねやっぱ私とか服、春夏秋冬いろいろ持って、香水も集めたりコスメ集めたり、雑誌集めるでしょ、ぬいぐるみマイメロ集めるでしょ。なんでこうなるかね。いやほんとミュージアムだよ、ミュージアムできちゃうよ。だからこういうなんか収納アイテムをみたいな、なんかそういうレベルじゃない。え、すごい。おもろ。日用品を魔法少女っぽくするアイテムだってめっちゃおもろいんだけど、見てほしい。あ、画面が見えちゃうね。めっちゃおもろないこれ。キッチンハイターがこれだってめっちゃおもろいやん、かわいい。いやほんと弟の部屋買い取りたいぐらいって女子にもあるんだね。え、男女問わず何かしらの趣味があればあるんじゃないですか。私はだからあの買える時に買えるタイプだから、あー今月使いすぎだなとかもうそういうんじゃない、いつか死ぬんだから欲しいと思った時に買うの、以上って感じ。金なら出すみたいな。本当に後のこと考えない。こんまりさんの なんか出てこないんだけど、 何見たら参考になる。だ弟には早く社会人になってもらって早くどっか出て、私が出てけばいいんだよね。シンプルにそうだよね。あ、ダメだ、私がこの家に出ればいいんだ。出たら出たでこの部屋の荷物どうすんだいって話やんか。何どうしたら出てくるの、何調べたらいい。夫は何してる。負けるな、弟に出て行かせろいや弟、あ、そうそう、弟と二人暮らししたらいいやん。そうそうそう、あの聞いてください。
あのさ、弟今大学1年生だから、就職するとしたら4年後になるわけですか？まあ4年後だとしましょう。で、4年後俺は大阪に行きたい、大阪に行きたいらしくて、で私も大阪好きだし大阪行きたい。だからあんたがその大阪行くとき、私も一緒に大阪に行くっつって、で一緒に住もうって言ったの。そしたらお前ふざけんなってあんた4年後いくつだよって言われちゃってさでさ、他にもさ、私が、誰かと結婚したりして、でも私はまだそれでも多分舞台やりたいから、舞台やって、で迎えに来てよって、駅までお迎えよろしくねとか言ったらお前いつまで実家にいるつもりだ確かにおかしな話だよね。いや別にその旦那さんが私の家実家に住んでもいいっていうなら別だけど、まあ普通出てくじゃん出てくのにまだ弟に迎えに来させようとするっていう、やばい姉断定されてしまって、やばい姉認定ですか。ああ、まあそれは昔からやばいとは思われてますけど、結婚して実家暮らしは草、そうでしょ、草でしょあれ、それ考えてなくてさ、考えてなくて、ちょっと笑っちゃった。え、てか弟4年後まだ24とかなの、ムカつくあーおかしいね。おもろくない？当たり前のように弟に迎えに来てもらおうとしてたんだけど旦那何してんだよって言われててか、なんで実家いいんだよって言われてハッとしたあーやだやだ。こんまり、こんまりチャンネル、片付けで人生が変わった人、どういうこと？変わる？私だいぶ今すっきりしてるよ。片付かない人、あ、うるさうるさ、広告、顔中ニキビだらけだけど、結婚したら隣の家を借りるという、別居、別居ですか？全然いいですよ、私別居がいいです。ダメ？お子さんの部屋から片付け、共有スペースから片付けてしまいがちですが、片付けで大事なのは自分の感性を磨いたり、ときめきと向き合うことが大切。え？家族いる？自分のものから片付けよう。家族のせいにはしてないです、全て自己責任。らしいだけ今日は片付けちゃう、思い出変化片付けちゃうかな、はダメだって。
こんまりメソッド。おお、片付けの順番は洋服、本、書類、小物、思い出品、すべてを一箇所に集める、一つ一つ触れる、だって。やっぱ一回今これ見てます、うん、やっぱ一回全部集めるっていうか、そのなだれっていうか崩れてるものを、やりたいと思ってる。山ちゃん、ハートありがとうございます。その速さで理解できる。大丈夫大丈夫、人任せ。違うんだ、本当にミニマリストにはなれない。だってこんなに物多いのに、やっぱあれどこ行ったっけ、あれどこ行ったっけ、あれどこ行ったっけって、で全部物大体把握してる、心当たりある場所探せばあるしみたいな。いらないものがない。時間はある。いい人そう。片付けのステップ。じゃあこれ見たってね、もう絶対参考にならん。参考にならん。だってもうねえ。逆に片付け。私以外に片付いてないよっていう人何が多いんだろう。嫁の家の近所に暮らすのはなかなかにプレッシャーかかりそうですね。まあうん、せやな。近かったらきっと私実家にずっと帰り続ける気がする。ただいまって。あ、そう、結構どこに行ったか大騒ぎしてるよな。まあ確かに。それはそうかもしれない。家がスニーカーだらけで、多分リナッチの部屋よりやばいっす。あ、本当？家がスニーカー、でもさ、それってさ、整理しようがあるじゃん。スニーカーだらけなんでしょ、スニーカーならなら大丈夫よ。私そうじゃない。もう手には負えないだよ。気が遠くなるもんね、この部屋を見てると。将来を考えると、どちらかの実家の近くに住むのはありかもしれない。それは、うん、将来のことを考えるとね、わかる。わかるなけど、私別居したい。最低最低や。もう一緒に住めない。それなら一人がいい。そう、ママのご飯、ママのご飯と同じものを作れるようになればいいんだろう。あ、そうだろう。
こを倉庫に、倉庫にするにはもったいない。耐えれる人が近くにいるのはお互いに安心。そりゃそうだよね。あ、そうだろう、奥さん。だってそうでしょ。作れる、作ればいいんでしょ、作れば。だって私あと料理さえできればさ、料理さえできれば他何でもできるし、あとは私の自由に、まあどこまで振り回されるか、ついてくるかついてこないかみたいな。そうだよね、1月から料理を教えてもらう計画一個もしてない。やばい、もう4月になるよ。この3ヶ月いや本当に何もしてない。料理、稽古期間中はもう実家に帰る。ほらやっぱ旦那いらんってなってくるやん。もうもう漫画本集めすぎて2000冊くらいあったけど、金欠の時半分売って部屋が片付いた。そのだから売る決心がつくのがすごい。私は無理だって、集めてきた財産だもん。財産だからずっと大事に持ってるの。うん、そのピリピリはしないと思うよ私。そんななんか居心地悪くするようなことはしないかな。リナッチのコレクションに紛れたい。だってぶっ飛んでんね。何やっちゃってんのね。1000冊の漫画、いくらになるの。1冊いくらぐらいなんだろう。一人暮らしの俺にとって料理なんて日常、特別感ゼロ。特別感でしかないよ、もう私は。一人暮らしの時普段しないから。だから一人暮らしが日常、そうだ、一人暮らしが日常になればいいんだけど。めんどくさいじゃん、なんか自分のためだけに作る。だからといって食べさせられるほどのものも作れないし。ああうだ、うじ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 、こうやってずっと言ってるんだ。うわーん、えんえん。姫の場合は保存状態も最高だからなおさらですな。そうだね、大事に取っといてるね。どうすんだろうね、私が死んじゃったら。遺品整理させられる人かわいそう。かわいそう。だって四十九日経ってさ、これリナのもの、これいっぱいもう集めてたものも捨てちゃっていいよねとか言ってさ、捨てようとしたら多分私来るよ、幽霊として。待って待って待って、捨てないで捨てないでって。
でラップ音鳴らしまくって、あーお祓いされねや、あー悲しい悲しい。腹減った、外に出るのがめんどくさい、余り物で料理がデフォ。いや余り物とか出ないから私、まあ、だってわもう分量分かんなくて一回で全部使っちゃう。部屋に着くという住み方、いや本当にどうする、無理よ。五十ゆきちゃんずとらゆきさんありがとうございます。リナッチのグッズ捨てられないし片付けられない気持ちもわかるよな。そうなの、私のグッズさ、私が2012年から販売されたものほとんど買ってるから、ダンボールね、でかいダンボール4箱分ぐらいになったかな、もっとかな、5箱ぐらいあんのよ家に、記念でさ全部買ったけどさ、結局ね使わない、使うとかじゃないんだよね、もうあれって使うとかじゃないのよ、持ってることに価値があるというか、きっとこれはミニマリストの人にはわからない。料理の材料をスーパーで買って料理したことありますよ。あるある。大学の時たまにお弁当自分で作ったりした。美味しくなかった。あと大学から帰ってきたらさ、結構遅い時とか5時半とか6時とか、そっから料理ってほんと面倒でね、知識もないし買いだめしてるものもないし調味料ないし調味料買えよ。天ぷら衣から作ったのすごいね、すごい。バタヤンさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。二度と手に入らない記念すべき品々、そうなんですよ、レア品がいっぱい、だからそう簡単に捨てれないじゃん結局。しかも人の顔描いてるものをさポーンってねえ、ゴミちょっとねえ気まずいよね。
私の味付けは塩コショウと醤油とオイスターソースとか、まあ、あ、サラダ油、ごま油もあったかな。それ以外はなかったかな。あ、でもそれあれば大体作れるか。いやけど塩とコショウが分かれてなかったんだよ。塩コショウがセットになってるやつだから塩っぽくしたいのにコショウも入っちゃうからやばいよねあ、白だしも持ってたかな。オイスターソース、そう、かきかき。料理に目覚めるとこんなの使うんだろうっていう調味料を集めがち。あ、目覚めたいですね。目覚めたい。あれよ、あの出てこない。あ、そう、うちはさ、ウェイパーとかさ、コチュジャンとか、料理酒とか、みりんもそうだし、白だしもあるでしょ、オリゴ糖とか、なんかいろいろあるよ。オリゴ糖はママが気に入ってなんか使ってる。こないだ食べに行った醤油焼きそばが忘れられなくて、再現しようと家で焼きそばばっか食べて面白い。まあでも焼きそばって飽きないよね。でもそんな美味しい醤油焼きそばだったんだ。食べてみたいな。イタリア料理の葉っぱ？どの葉っぱだろう。あ、スパイスね。スパイスマニア？スパイスコレクターですか？ねえ、そういう料理作るのでいろいろあったらそれそれ楽しいよね。リナさんの配信やなって感じる心地よい。寝るなよ。パクチー苦手なんだ。パクチー私食べたことない。写真リプで勝手に送りつけるね。ありがとう。所沢醤油焼きそば。あ、レシピって出てんじゃん。所沢醤油焼きそばで開運祈願だって。所沢ってどこ？所沢ってどこ？埼玉。埼玉だ。遠いね。バタヤンさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。あ、で私焼きそば作れるよ。あのまるちゃんの素使って。あのちゃんと野菜は切れるからさ、白菜とか入れて、豚肉、人参、だうちはあともやしと、そのもんかな。作ったことある。で、青のりはなくてもうまいけど、やっぱあった方が倍うまいよねって思う。青のりは、青のり
大さじ小さじ、それは分かりますよ。家庭科の料理、あ、家庭科の授業ちゃんと受けてたもん、中学生。あ、高校もやったか。焼きそばに白菜、白菜、あ、キャベツの時もあるか。え、でも白菜入れたことある、美味しいよ。かつお節、あ、いいですね。あ、マヨかけたらうまい、美味しいね。視界が花粉で霞んできた、大丈夫、どこに住んでんの、ちゃんと窓閉めや。中華の調味料も置き場が大変、そんなある？ウェイパーしか分からん。うん？なんかある？え？ごま油、醤油、ラー油、酢、マキシさん、アメかね、これはなんだろうね。キャンディーありがとうございます。うん、お手軽にクックドゥとかの合わせ調味料使うな。そうよね、あれはあったら強いけど、それを使うことすらめんどくさがってしまう。オアピーポーだよ本当に。とか、私うちのご飯っていうさ、いろいろ炒め物系のあれ好きなんだけどさ、でも自分で作った時さ、なんか分量ミスったつもりないのにミスっちゃってさ、なんか少なかったのかな、めっちゃ味濃くてさ、元使ったのに美味しく作れなかった時はやっぱねショックだったね。家の外も中も空気中に花粉がいるんやで、この時期は。あ、そうなんや、お大事になさってくださいな。花粉にはアレグラ、アレジオン、クラリチンどれもお世話になったことがない。濃い時はご飯を足せばいい。あ、ご飯、私炊飯器自分の一人暮らしの時なかったんだよね。よくやるのは麺と野菜を炒めた後、鶏ガラスープかけて、あ、鶏ガラ、ごま油を少しだけかけた焼きそば。うーん、ソース焼きそばとかじゃないんだ。もし料理して作りすぎたらちょうだい。あー、作りすぎたことはないけど、ちょっと保証はしないですよ。知りませんよ、どうなっても。ワッキーさん、クッキーありがとう、ありがとう、ありがとう。みんな失敗繰り返して成長してるから、
すいません、もう失敗して私やもうやめちゃうからダメなんだ、いつもいつもそう。じゃあ佐藤のご飯みたいなの、使ってた時期もあったけど、もうそれすら面倒で、何食べてたんだろうあの1年、怖っあ、そうだ、結局コンビニのおにぎりが一番楽になっちゃうんだよ、パッと食べれてさ。そう、それだ。そう、一番楽。豆板醤、豆豉醤、甜麺醤、ホワジャオ、そんないろいろあるんだ。豆板醤は知ってる。そんないろいろ作るの？すごいね。うちのご飯のキャベツのガリバタ醤油炒め、キャベツ食べてごらん、美味しそう。今度探してみます。ガリバタいろいろね出てるもんね、あのうちのご飯。コンビニのおにぎり開け方間違えると崩れるからそこだけ困る。そこはうまくいきようよ、そこはね任せてそんなんじゃ栄養が偏ってしまう。そうなんだよ、偏りまくり最悪だったと思う、あの時期は。イケメンくんや、ようこそいらっしゃいませこの髪型をどう扱うかっていうのは未だに悩んでる。コンビニおにぎりはお米に少し油が混ざってるのよ。そうなんじゃ。なんかまあ決して全ていいものではない、入ってるもの、いいとは思えないけど、いいのよお腹満たせたらそれで料理を再現するためにまずママとキッチンに立たなきゃ。めんつゆと白だしを合わせ切った鶏肉入れて、1時間くらい寝かせたら片栗粉入れて、揚げたら立派な唐揚げができる。ほら1時間も寝かせたくないもん、私もめんどいからああダメだ、終わってる本当に。こんばんは。4月8日やっぱ無理だわ、ごめん。無理なの。そうなの。そっか。じゃあ
また次回だね。どうか次は都合が合いますように。こんばんは、うん、唐揚げは寝かせないと味つかないから。あーなんか入れてるよね、なんかね、うん知ってるけど何を混ぜて入れてんのか知らない。だからキッチンに立てて配信中に肉そのつけてなんか1時間ぐらい喋ってそのまま揚げていただきますってすれば雑談1時間1時間放置の間に別のことできるくない？1時間以上なんかしなあかんの？無理やだ。絶対子供に唐揚げ作って、旦那に唐揚げ食べたいとか言われても無理唐揚げくんでいいって言っちゃう肉屋で唐揚げ買ってこいって。えみちが必死に宿探し配信しております。とりあえずほら本番期間は上枝さんをご招待するということになってるんです。この部屋に、この部屋に。ただえみちが足を踏み入れる場所は一個もない。今この部屋にどうにかする、どうにかするよ。うん、どうにかするから。彼女が来るまでには。でも嫌いになったんじゃないんだ、それだけは信じてほしい。分かった信じる、頼んだぜ。麻婆シリーズを作り置き、楽しそう。料理の味が薄い時は醤油や塩で味を整えたら、やっちのでも食える。私のだったら何でも食べろいや味薄いことはないから、多分味薄いんじゃなくて、なんかミスってるなみたいな、なんか足りてないなみたいな。やっちが奥さんなら唐揚げくんでも嬉しいやん。そう、それぐらい心を広くお願いします。みたいな、この味ちょっとみたいな言った日にはもうじゃあ前作れって言っちゃう、拗ねちゃうえみちと喧嘩なんて絶対しないし、したくない仲良くいたいよ。ザッチくんのファンレベルが上がりました。ハートいっぱいありがとう、ありがとうございます。左押し、左利きの人を応援してます。左利きの人とその人が所属するグループだけをフォロー中。私もアバターも左利き、箸と銃を右にされました。めっちゃおもろいねんけどごめんなさい。100回目の訪問していただいたところ申し訳ないんだけど左利きじゃないです。させ起きて半畳、寝て1畳だから畳1畳分あればいい。畳1畳分今ないです、この部屋ないです。うん
もう私が寝るのだけで限界です。なのであと多分このものの多さといい、この感じからして私以外が入ると多分耐えられない、多分私だけが耐えれる埃みたいなのが多分この部屋にいっぱいあるんだよのね、繊維の服とぬいぐるみと毛布と、うん、ゴミは捨ててますから、あの匂いとかは安心して、うん、交代で仮眠やばすぎるやろ。皆さんが寝るとき畳1畳に収まるの？え、収まってんじゃない？これだってマットレス引いてるんですよ。ベッドは弟にあげたのよ。ベッド入らないからこの部屋マットレスずっと引いてるから畳1畳分ぐらいでしょ多分。え、もうちょっと広いか、縦に長いか、もうちょっと。関西人やったら何でも白だし入れたらなんとかなるよ。白だし持ってました、一人暮らしの時。あ、今も持ってる。ちゃんと白だし美味しいよね。白だし割となんとかなる説わかる、わかる、この私でもわかる、わかります。お布団が私を待ってるんです。いつか言いたいなこのセリフ、お布団が私を待ってるんです。僕は絶対そこの部屋には入れません。多分呼吸困難になる。はい、だと思います。だから頑張るよ、えみちが来るまでに神枝様を招待するためにこの部屋を片付ける。なんかママに、いやもうえみち呼ぶなんてこの部屋無理でしょって、やめときなさいよって言われたんだけど、でもこのタイミングがないと私は一生片付けないことになりそうだって、これをきっかけにこの部屋を改造するんだって言って、1週間ぐらい経つかな。リナッチの部屋のエレベーターの中に入ってもらう。いや無理ですよ、どうにか神枝さんにはいい環境にいてもらわないと。おもてなしできるかな。頑張るよえみち、あと2週間で頑張ろう。言うてる間に顔合わせの日が近づいて、片付け頑張りやす、置き割りやす、バルデアンス改造進んでないよ全然。頑張ろう。おかんに文句言うなら自分で作れって言われて実行したのが料理するきっかけになった。えらい、私文句言えない、だって言う必要がない、だってミシュランの料理に文句つけてるみたいなもんやん、だって無理無理
どうせ頑張るの3日前くらいでしょ絶対。そういやいや、3日で片付けれる部屋違うし、3日で組み立てれるのかあの棚は。あ、絶対にどうにかする。ちなみに当時7歳、あら7歳で頑張ったんだ、そりゃ強くなるわ。強い強い、そりゃ偉いよ。7歳なんて何してたか。7歳や小2、小2、お母さんと一緒とか見てたんじゃない。まああとは習い事させてもらってたから、習い事終わって帰ってきたら当たり前にご飯があるみたいな、そういう環境だったかも。で休日はどっかお出かけしてみたいな。だから料理するという理の字もなかった、あれしなさいもなかった。ああ甘やかされてきた、何不自由なく生きてきた。ああ最終手段絶対ならない。いや最終手段は弟の部屋だよ。弟の部屋で私とエミチが過ごして、弟は私の部屋で過ごすっていう。かわいそう。かわいそう。しかも弟も大学始まんじゃん、4月の6日とかやったら。わろたわろた。いやでもこの部屋は本当にどうにかしなきゃいけないから、どうにかしますよ、どうにかするから、マジで待ってろ待ってろ、みんな絶対ルームツアーしてやるから、この部屋すごいよって、ルームツアーしてやるんだから。12時半になるね。昨日はまだこの時間配信してなかったんだよ、びっくり。けど私はまだお風呂入ってないから、入んなきゃ。何日で綺麗になる予定？そうだね、稽古が始まる前にはやれ。ちょっとさ、稽古が始まる日程はまだちょっと言えないけど、ちょっと19日に棚作れてたら、棚完成してたらいいな。この部屋ね、もうね捨てるものがないの、マジで。ルームツアーやるならエレベーターの中も見たいな。もうエレベーターの最終手段全部エレベーターにぶっ込むんだから、エレベーター開けれるわけないでしょ。片付けに行ってあげようか。だから誰一人入るスペースがないのこの部屋には今。私しかね、マジほんと踏めないよ、ここ踏んだら多分みんな足怪我する。足は怪我しないけど、私のものを壊します。私しかだから踏めないんですこの部屋は。
こんばんは。カリさんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。エレベーターが重量オーバーで機能停止してまう。いや本当だよ。終わっちゃうよエレベーター。ジェッジが本気出せばできるの知ってるからきっと大丈夫でしょう。やるよちゃんと。前にゴミ屋敷の生前整理行ったことあるから綺麗にするよ。聞き捨てなりませんな。ここはゴミ屋敷ではない。空のペットボトルや紙くずなど落ちてはいない。ゴミはゴミ箱へは徹底してる。ここでは水とまさきコーヒー、カフェも頼んだけど食事は取らんの。飲み物だけなのこの部屋は。ゴミはない。お片付け配信見に来ました。お片付けなんてしてないのよ今。誰デマ流したの。お片付けをするという選択し、宣言をしているだけであり、じゃあなんで散らかってるの。片付けのアルバイト。え、だってさ、待って、片付けだから触れられないんだって。この部屋はみんなはなんでかわかる。全部大事なものだからだよ。これ捨てていいっていうものが一個もないの。これ捨てていいって、え、ダメっていう。え、レンタル収納。いやだから全部必要なんだって。全部必要なの。全部大事なの。全部いるの。優先順位は服でしょ。全部いるんだって。本当に必要なの。なんでかわかんないけど。はあ、えみちさん、止めるためにお片付けしてるって聞いてえみちさん喜んでますよ。そうだよ。すべては神枝恵美香様を招待するために頑張るって言い続けて2週間ぐらい経ってる多分。どうにかするから本当に大丈夫。全ては同期のため。えみちが来る。私の部屋も片付け、えみちにとってメリットになる部屋を作るし、えみちがメリットになる部屋になるってことは私にもメリットだし、そうすれば大阪にいる私の友達、いつもね私その子の家ばっか泊まってるけど、その子が東京来たいって言った時にはここを止めさせることができる。おばあちゃんも招待できるじゃない。いとこも招待できる。友達招待できる。とりあえずメルカリとか。だから売るものもないんだって。売るものもないの。服ももういっぱい捨てた。服いらない服ないのよ。もうね、逆に服ないくらいよ本当に。
しかもこんな髪の毛になったから本当に着る服がないんだよ困った。いらないもんないんだよねだいらないといえばもね、卒アルとかそういうことになってくる。ほら思い出品じゃんそれ。どうすんの。とりあえずスペースの確保をしなければいけない。どうにかします。私にはそのような場所がないから遠征せざるを得ない。え、私の部屋に遠征しようとしてんの。お伝う涙買ってください。いや、いいよ、お金とかいいのいい。自分の問題なの、自分との戦いなの、この部屋とは。頑張ろう。スプラトゥーンばっかしとったらあかんで、ほんま。ほんとに。はあ。何から先に手をつければいい。なんかプライオリティにそんな歌詞なかったっけ。何年間散らかってたの。24年間ずっと散らかってるよ、うちの家は。生まれ変わったらミニマリストだな、ほんと。必要最低限のもの以外で真っ白な家にする。いらないもの一番手に卒アルはないわ。ちゃうやん、いらないものとは言ってないじゃん。いやでもいらないものじゃん、今必要かって言われたら必要じゃないじゃん。でそういうものがどこに置くみたいな、えみたいな。ディズニーのポップコーンバスケットとかさ、どうすんの。高校の時の制服とか、 なんか体操服とか、 なんか袋に入ってる。どうすんの、ほんまに。え？ん？そううまく生まれ変われるかな。ざわらしい。部屋に収納一つもないよ。え、だから収納するものはしてるよ。雑誌類は全部収納してるし、あ、仕切れてないものもあるけど、収納してる、してる。あと服も全部ラックにかけた。だ何が落ちてんだろうって感じだよね、本当に。私にも分からない。私にもどうしてこの部屋がこうなってるのか分からない。助けてくれ私何調べようとしたんだっけ。なんかコメント見て、あ、プライオリティ、どれから先に拾えばいい。それだ。もう本当にどれから先に拾えばいいか分かんないよ。一時的に壇上から落ちましたので復活します。え、復活したの。ん、どこにいんの。あ、いたいた。うん、よしあきくん、流れ星ありがとうございます。これ何柄。チャイナ、チャイナっぽいなんか柄。何、
チャイナ柄の花って何なんだろう、あれ。こんばんは。え、半に終わろうと思ったのに半過ぎてんじゃん。代々のファンレベルが上がりました、ありがとうございます。ではこの勢いでランキング読んじゃおうかな、読んじゃおうかな。お風呂に入ってまた髪を色落ちさせてこようっと。トゥ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 。13位から読んでいきます。いきます。ビビビ、ニック、カリーさん、ザッチくん、ショウちゃん、赤ちゃん、ヤマちゃん、マキシさん、コラコラさん、ワッキーさん、ヨシアキくん、ヒトヨさん。1位がバタヤンさんでした、ありがとうございます。ありがとう、ヤマちゃん、お疲れ、ありがとう、お疲れ、ありがとう。ファンレベルが上がりました、ありがとうございます。さて、眠れないけど寝ます。ね、私もお風呂入った後まだ寝ないけど、どうする？どうする？どうする？困った困った。とりあえずお風呂に入ろうかな。コーナーさん、お疲れ、ありがとう。いや、ほんと部屋片付いたらみんなに教えるから楽しみにしてて。頑張るから、私頑張るから。全ては神枝恵美香のためだろ。そうだよ、もう約束したんだから。し、だって私4万の棚買ったんだから、4万の棚早く組み立ててあげないと。4万の棚もかわいそうだよ、本当に。ニトリの4万の棚。あー、おかしい。ほな、皆さんありがとうございました。またね、おやすみー。